ふわっふわになる。ほら、卵ふわっふわになるんですよ、これ。これ。このふわふわ感。どうですか？はい、どうもー！料理研究会の問題児、Q でございます。ペペロンチーノの動画がもうめちゃめちゃバズりまして、あの時にドヤ顔でこれ絶対炎上しますよって言ったのに全然炎上しなかった。あんなに邪道な作り方なのに、むしろ賞賛のコメントが多すぎて、炎上するって言ったら逆に炎上しないんだっていう風に、はい、思ったので、本当に炎上させたい時は炎上させしないっていう風に言った方がいいのかなと、はい、そうすると炎上させてくれるのかなと。何を言いたいのか全然わかんないですけど、僕も今僕が何を言ってるか全然わかんないです。なぜなら酔っ払っているからっていうことでね、今回はね、締めをやっていきたいなと思いましたね。締めにはやっぱりおどん、おどんです。締めにぴったりなおどんを作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、それでは始まります。ここから独身ヘベレゲ酔っ払い独身おじさんでもできる最高に美味しい締めのうどん餃子、あれ、締めのうどん締めのうどん餃子、締めのうどん講座をやっていきます。じゃあ皆さん、あのこの動画を見て、あ、こんなやつでも美味しそうにできるじゃんと思うその勇気を皆さんに与えたい。まず野菜から切っていきます。斜め切りにねしていきますよ。はい、これ酔っ払いの人たち皆さん気をつけてくださいね。手切っちゃいますからね。特別な訓練を受けておりますので、あの酔っ払っても全然ね、包丁はもう正確ですよ。本当に長ネギ3分の1ですね。はい、これ切り折り折りしましょう。おっと、せいせいせい。鶏の肉はこんな感じで、ね、切っていただいて、でね、まあ一口、もう小さめの一口大で僕いいと思います。はい、皮もねつけます。あの今日はねもも肉でやってるんですけども、胸肉でも全然美味しいですから。リポビタン D を飲んでみます。なぜかというと、そこに置いてあったからですね。久々のな、これファイト一発。ああ、はい、じゃあやっていきましょう。まずね、水を 300cc、 そしてお湯を沸かしながらタウリン 1000mg を取っていきます。沸騰させていきますよ。テレビの取材をしている時に、取材を受ける時に、ね、僕の YouTube 見ましたかって絶対言うんですけど、みんな見てきてるんですよね。まあ、見てきた上で僕に頼むのかっていうのも最近疑問でしょうがないですね。はい、ね、ほう、サムシャンタンが小さじ1、小さじ4分の1、お酒は小さじ1。冷凍うどん、普通のゆでうどんでもいいんですけども、僕は冷凍うどんのコシ好きなのでドチャッと入れます。片栗粉小さじ1と半分ぐらい、お水で溶いておきます。塩味で作る親子うどんなんで、取り出しが効いたですね。締めの料理ですね。飲んだ後はね、この炭水化物ね、食べた方がいいらしいですよ。あの、たまにおつまみ食べないでずっと飲んでる人いるじゃないですか。死にますよ。うどん ほぐれました。こんな感じになってます。で、沸いてきました。水溶き片栗粉。はい。小さじ1半を。だいたいですね、それをちょっと多いぐらいの、水で溶いたものですね。これを、こう入れていきます。ね。すかさず混ぜていきます。はい。そうするとですね、やっぱりとろみがついてくるんですよね。でね、火を落としていきます。卵を入れていきます。計量カップで溶く いいところっていうのは、こうやってね、糸状に入れるんですね。こうやって。糸状に卵入れられるんですよ。そうそう、こうやって。こうするとね、卵がきれいにいくんですよね。ふわふわになるんです。こうなったらかき混ぜないで、ちょっと火を入れていくんですね。そうすると、ほら、卵ふわふわになるんですよ、これ。これ。このふわふわ感。固まってきたら、ちょっと混ぜてあげる。この とろふわ感ですよ、皆さん。これ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 。これが僕の求めてた優しいうどん。はい。うどんからいきましょう。そうそうそう。あ、すごい綺麗にできましたこれね。ガツンと締めたいので、あれですね。塩親子丼。完成でございます。はい。それではですね、できましたので、早速いただきたいと思います。いただきます。体温めてくれ。
いただきます。スープはね、やっぱトロトロですね。片栗粉入れた後のスープに卵を入れるとふわふわになるんですね。うまい。締めにもってこいです。これはね、いい塩の塩梅になってます。鶏肉からね、出汁が出ててね、まあそこにね、このシャンタンの旨味ですよね。長ネギがトロトロになっててね、非常に美味しいです。どうですか、しゃぶれてますか僕は。このスープがたまらん。ごま油で少し垂らしていただくと、まあ、食欲ない時とか、ちょっと体調が落ちてる時とかもいいかもしれないですね。風邪ひいた時とかいいかもしれないですね。これね、季節の変わり目ですからね、本当に美味しいです。締めのうどんなんだけど、島を飛び越えていきますね。すべての食材たちにありがとう。はい、ではですね、今回の料理、美味しそうだなとかですね、やってみたいなとかですね、僕と一緒にこのつまみで飲んでみたいなと思っていただいた方は、うるさい、ぜひチャンネル登録をお願いします。